こんにちは。本日は痩せにくくなった体を一旦リセットするエクササイズをしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではウォームアップからスタートしていきたいと思います。まずは軽く足を開いたら、手をぐっと上に伸ばしてつま先立ちをしていきます。下ろしたら内くるぶしをタッチ、左右交互に動かしていきましょう。今度は足を大きく開いていきます。両手を前でクロスして OK。 そしたら片方のつま先をグッと立てて、お尻を後ろにスクワット、立ち上がってきて、今度は反対足、お尻は後ろにしっかりと出して下ろしていきましょう。そしたら片足を横に上げていきましょう。まずは肩幅に足を開いたら、こんな感じで腰を低くしていきます。2回下でバウンドをしたら、つま先立ちで立ち上がっていきましょう。 OK。 2回下でバウンドをしてグッと立ち上がる。運動したら横に上げて、
お尻をキックしていきましょう。タッチできる人は後ろでタッチしてみて。つま先を外に向けて、膝を同じ方向にぐーっと下ろし曲げていきます。 OK、 3回バウンドしていくよ。1、2、3、立ち上がって、もう一度1、2、3、沿いを内ももをしっかり伸ばして、お尻は後ろに突き出して、そうできてるよ、頑張って。OK。 そしたら今度は足を大きく開いたまま、片足の膝を2回バウンドします。2回バウンドをしたら、お尻後ろに回して、今度は反対、膝を軽く2回バウンドして、お尻を外側に向けてグッと出すように2回バウンドしていきましょう。はい、OK。 ふぅ、熱くなってきたね。今度は深く2回バウンドをしていきます。 OK、 つま先は前に向けて、2回深くバウンドをしたら、伸ばしている足のつま先を天井に伸ばしていきます。足を大きく開いて、OK、最初にやったつま先立ち、お尻を後ろ、ここで膝をインアウトして立ち上がる。今度は反対、お尻を下ろしてインアウト、そういいよ、頑張って。まずはつま先立ち、スクワットインアウト、呼吸を整えて、 OK。 そしたら両手を前について、前足を横に寝かしてみましょう。太ももの外側からお尻の付け根まで伸びているのを感じてみて。 OK。 そしたらもう一度胸を張って、思い切り吸って、吐きながらゆっくり前に倒れていきましょう。脱力、ゆっくり顔を起こして、上体を起こしていきます。 OK。 そしたらもう一度前足を立てて、
今度はお尻を後ろにしていきましょう。太ももの後ろ、ふくらはぎ、足首までしっかり伸びているのを感じて、前にぐーっと倒れていきます。体が硬い方は上からももをぐーっと押してあげて、いいよ。吐く呼吸でゆっくりと背面を伸ばしていきましょう。OK、 そしたらゆっくりと上体を起こして、今度は足を変えていきます。まずは股下をぐーっと伸ばして、はい、そしたら両手をついて前の膝を横に寝かせていきましょう。 OK、そう、太ももの外側からお尻の付け根がしっかり伸びているのを感じて、吸いながら大きく胸を張って、吐きながらゆっくりと前に脱力していきましょう。上体を起こしていきましょう。もう一度前の足を立てて、今度はお尻を後ろにして、 OK、 そしたら背面をしっかりと伸ばしていきます。前にぐーっと倒れていきましょう。状態を起こして、最後に大きな深呼吸を2回していきましょう。吸いながら両手を上げて、ゆっくり長く吐いていきます。もう一度大きく吸って、ゆっくり長く吐いていきましょう。はい、お疲れ様でした。それではまた次回もよろしくお願いします。